かな、おるかな、おるかなっていうかおるんやけどな、知ってんねん。どうしたん？えい。はいはい。え？え？え、今日どうしたの？なんか言ってたっけ？うん、言ってた。え？今なちょっとルアー買ってきてん。うん。ルアー買ってきたけど、うん、なんか分からへんし教えてほしいなと思って。ま？まあまあ上がっといて上がっといて。上がっといてちゃう。え、な何買ってきた？メタルバイブ買ってきたけどな。うん。なんか、よう似て分からへんから、うん、ちょっと教えてもらおうと思って。なんで今急に来たそう、まあ、おるけどね。おるのは知ってたよ。上がってて上がってて、ちょっと。え、で、何を買ってきたの、はい、メタルメタルバイブ。メタルバイブ。あ、いいやん。いや、なんか、でも、結局、うん、全部形は同じでしょ？形は、まあまあ、似てるんやけど、それぞれ特徴はあるかな。いや、何が違うのか分からんくてさ、うんうん、まあ、そのサーキットバイブとかで結構みんな使ってあるし買ってきて、そうやね、リトルマックスはやっぱ老舗的な感じやろ。まあもう王道やもん、ね、王道やろ。それがなちょっと分からんかったけど、これ買ってきたんすごいね。なんでなん。いや、これめっちゃ釣れんで。マジで、うん、これ何どうしたらいいの。見た目は一緒やけど実際どう違うのとか、はいはい、まあ、どういう使い分けしたらいいんかなっていう、あ、なるほどね、とかを教えてもらえれば、うん、買うときに参考になるかなとか思ったりするし、ね、うん、まあ冬やしね、まあ、やっぱりでも動きが違うから。動き違うのやっぱり。それちょっと違うね。説明しようか。してわかった、はい。まあ、ここで座りあ、ごめんな、座布団もなくてごめんやで。いや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 、そんなん、座布団、座布団、僕ごとそんなん、座布団10万円、山田くん。まず、うん、そもそも、うん、メタルバイブって、うんうん、まあ、冬に使うっていうのは分かってんねんけど、うん、もうちょっと具体的に説明してもらっていいですか。メタルのね、メタルのメタル、ね、メタルは、うん、まあ、特徴的には、うん、まず動きが速い、動きが速い、はい、動きが速い、要は、はい、ホールが速いね。ホール早い、はい、ホールが速くて、うん、で、あとはそのブルブルって上がってまたフィュッと落ちてる、うんうん、だその動きの速いっていうのが、うん、最大の特徴であって、はいはいはい、でだからこそ、うん、リアクションで狙える。この時期冬っていうのは、うん、区域が少ない、はい、まあ、寒くなって動きづらくなる、はい、だから、ちょっと区域が少なくなったバスに対してもリアクション狙いで、うん、誘うことができるのがメタルの特徴。なるほど、まあ、メインですね、はい、であと、意外と他のシーズンとかでも、うん、動きの速いベイトとして使うっていう意味で、うん、植生でも釣れたんですよ。あ、ちょっと言ってたもんね、ちなんかね、うん、それはそう。だからメタルってどうしてもやっぱ冬に使いがちやし、うん、冬のイメージが強いけど、うん、まあ、冬だけじゃないのが実際事実っていう。へー、意外とみんな知らないよね。そうやね、確かに。だから、うん、まあ、まずそこ の, 動きの速さっていうのが、うん、メタルのメリット。なるほど、出せるメリットだよね。なるほどね、うん、その中でも、うん、今日買ってきたこの3種類、うんうんうん、うん、まあ正直ね、うん、もうどれも、うん、もう釣れるとして言われてるやつ。あ、釣れるとして言われてる。釣れるメタルとして扱われてるやつね、うん、めっちゃやるやろ、これやるやろ、やる。そう、そこをちょっともうちょっと止めてほしい。いや、ナイスチュースよ、これは。ナイスチュース、ありがとう、うん、ほんまに、うん、もうこのリトルマックスっていうのはもうこれ使い慣れてるやん。これはもう僕がずっと使ってたから、うん、そうやね、そら、うんうん、これはもうやっぱメタルの王道っていうか、うん、もう最初に多分メタルバイブっていうのが、はい、出た時に、うん、多分一発目にこれが出てるから、はいはい、そっから今こうね各メーカー派生してるからね、はい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 、これが一番ベーシックで、 ね、なおかつやっぱずっと釣れてるね、うん、はい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 、はい、これは、うん、まあ、開けようか。開けて開けて開けて。使ったことあるねんけど、うん、よくわからんまま使ってる。ああ、なるほどね。まずこのね、うん、アイっていうね、この穴、はいはい、穴がこれ、はいはいはい、ミトロマックスの場合は3つある。3つあるね、3つ開いてるのね、はい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 、一応この 3個開いてて、そうで、このサーキットバイブは後で出すけど、うんうん、2個ある。あ、2個あるね。2個ある。で、まあ、このフルメタルソニック、うん、これも3つある。あ、3つある、うん、だから大体この穴がまず3つあるから、うん、まあ、これが一体何なのかっていうと、それ何なの一体、ほんまやな。要は今これ買った時って真ん中についてるけど、うん、はいはいはい、真ん中がベーシック一番、はいはいはい、まあ、基本の動き、この3つの、うん、違いは、うん、そのリフトした時とか巻いた時の、うん、浮き上がり方が変わる、はいはいはい、これがこのアイの特徴です。なるほど。だから前にすると、うん、まあ、浮き上がりが抑えられる、うん、あ、一番頭、うん、一番浮き上がりが抑える、はいはいはい、で後ろにすればするほど、うん、
振りやすいのかって。振りが変わる。はいはいはい、はい、だから、前が一番タイト。はいはいはい、で真ん中がベーシック。はい、一番後ろっていうのは一番振る。うん、あそういうで一番振るってことは水噛むから、うんはいはいはい、そんだけ浮き上がりが激しい。ああなるほどね。そうだから、はいはい、ショートピッチでブッブッってするんやったら。うん真ん中かもしくは後ろにすると浮き上がりが激しくてドン、はいはいはい、ドンって高さが出せる、ねうんうんうん、逆にその高さを出す必要がないとなれば一番下に一応前にすればいい、はいはいはい、だからピュッピュッピュッっていう感じあそういう使い分けするんや それが、ね、この3つアイアイの特徴ねへだからどのメタルもそうやけど、うん、どのメタルもそうやけど穴が1個だけじゃないでしょなるほどなるほど、まあ、それが特徴だからそれもしなかったわ それ大丈夫それ大丈夫それによって、ねうん、そのだから落とす高さが変わるから、はいはいはい、それで調整していくなるほどなるほどで、まあ、このリトルマックスは、うん、もうほんまにこう全部がメタル素材、うんはいはいはい、で、まあもう王道やねんけど、うん、やっぱこれが釣れるんよね、うん、なるほどね、うん、その動き的にやっぱりベーシックで、うん、水紙もいいし、うん、で 最初のこのブルブルっていうのが立ち上がりがいいくて、うんなおかつ落ちるときにヒャヒャヒャッヒラヒラ落ちる。これが結構特徴。ヒラヒラがいいの？ヒラヒラが効く。ヒラヒラ効く時もあれば、うん逆にこうストンと落ちる時がいる。ああ、なるほど。で、リトルマックスは、まあ、今日これ買ってきてくれてるのが、うんノーマルのリトルマックス。はいはいはい、はい。で、TG っていうタイプがあって、あ、あったあったあった。あったでしょ。TG あった。そう、TG ってやつは、うん、タングステンモデルで、はいはいはいこのお腹に張ってるここの膨らみのね、うん、この重みの部分ね、うんうん、ここが TG の場合は、うん、もっとでかいこれ今これ八分の3を使ってくれてるけど、はい例えば TG の場合やったら、うん、4分の1オンスのシルエットで8分の3オンスのウエイト張ってるから、うん、より早く落ちるドン、はい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 、ドンドンだから落ち方がこいつはヒラヒラヒラっと落ちるけど、うん、TG の場合はドンと落ちるへでそういう特徴があるからなるほど、まあ、ちょっとそのリトルマックスだけでもそういう使い分けできるへえ。これがまあ王道よね。これサーキットバイブ。すごい。そうやね。一緒のような感じがするし、だからメーカーの好きな方を選んじゃうかな。うん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 。まあこれは動きの特徴的には、うんさほどない。うん、あ、そうさほどない。さほどない。はい、で、うんうん、サーキットバイブの良さっていうのは、うん、最初のリフトした時のブルブルっていう。うんこのブルブルがめちゃめちゃ速い、機敏に動いてくれる、うん、ブルッブルッブルッってこうちょっとしたブルッっていうのでも水をパッて噛んでくれるから、うん、それを結構特化したのかなと思う、うん、まあちょっと分からへんけどね、うんうん、僕作ったわけじゃないから、はいはいはい、だけどこれの特徴としたら、うん、要はリトルマックスっていうのは、うん全部がフルメタルボディに関して、はいはいはい、サーキットバイブっていうのは、うんうん、ウエイト張ってる頭の部分と、うん、お腹の部分、うん、ここはウエイト張ってるんやけど、うん、本体のここはペラペラ、ね、そうこれサーキットボードって、要はボードなの金属じゃない金属じゃないのメタルじゃない、うん、そうそうそうこう金属じゃないから、そうなんそうそうそれがこのサーキットバイブの特徴で要はだから軽いんよね軽い、うん、ここは軽いから、はい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 、だからそこで水が噛みやすいっていうイメージかな、はい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 、で落ち方的には、うん、上が軽くて、うんまあ、下がこう重いから、はいはい、落ちる時にもうヒラヒラってすんねんけど、うん、結構そのなるそのスポットにスッと追っていくような感じ、はいはい、ヒラ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 って追っていく感じ、うんうん、でリトルマックスは、はいまあ、さっきも説明したけど、うん、全部がこうフルメタルボディってことで、はいはいはい、結構均一に水を噛むから、はいたまにヒャヒャってする時もあれば、うん、ヒャヒャヒュッておヒュッて動いとく時もあって、まあ、どっか行きよるってことどっか行きよるだからいきなり動きの落ちてる最中にトリッキーな動きしようっていう、うん、ああなるほどで、はいはいはい、それがスイッチ入って効く時もあるよはい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 あの動きの特徴としてそういう動きの時は、うんうん、やっぱそこ あのフルメタルボディか、うん、このボードタイプかっていうので、うん、ホールしてる時のダート幅は変わるかな、うん、なるほど、はい、なるほどなるほど、うん、チャターでもあるよ意図的にやるんじゃなくて、はいはい、ルアー自体が勝手に動きが変わってる、うんうんうん、それはやっぱりあのスイッチ入る時あるから見た目的に言ってるてもちょっとしたそういう特徴があるんですよ、うん、なるほどサーキットバイブの方が素直に落ちてくれるっていうイメージ、まあ、どっちかというとこう綺麗にスッと落ちる、うん、フラフラヒラヒラっとするけどスッと落ちるあのその落ちるテリトリーが違うから、はいはいはいまあ、リトルマックスも行くんやけどね、うん、行くんやけどなんかたまにフワッとバーッてええみたいなダート幅でそんでバーッみたいな反応した時があったりするっていうのはあるから、まあ、これはもう時と場合です時と場合状況やね、うん、状況でうんなるほど、うん
プラメタルソニックね。そう、ブラッシュユニオン。それちょっと気になってんな、なんか裏読んでたら、これ水を切り裂く、そう、鋼の刃、そう、これも出てるように見えるんやけど、うんうん、これね、うんうん、ちょっと長いでしょこれ。ああ、なるほどなるほど、長いね、はいはいはい、頭のこのウエイトからここにかけて、はいはいはい、この部分長いでしょ、はい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 、これね、これでポール姿勢変わるんよ。ポール姿勢が変わる、変わる。リトルマックスとかはヒャヒャヒャって落ちるのに対して、うん、このフルメタルソニックね、うん、これに関しては、うん、ヒュッと落ちる。だからあの、うん、軌道がヒュッ、斜めに切り裂く感じ。そういうことか。そうそう、だからもう書いてある通りやわ、これ水を切り裂くってそういうことやな。そういうことだと思う。そういうことか、うん、なるほど。切り裂くっていうのだから、うん、その斜めに、うん、要はカーブホールみたいなイメージやね。はい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 、はい、うん、垂直ホールじゃなくてカーブホールしていくような感じで、うん、爆発的に効くときある、ね、うん、おお、なるほど。実は一回経験があって、あ、これで、うん、ワンエリアにバスがめっちゃ溜まってた、うん、はいはいはい、冬場集まってて、うん、でそこのバス最初食いきれなかったんだけど、うんうん、釣ってったらスイッチ張り出して、その時に、うん、その斜めにシュッと落ちるやつにした瞬間に、うん、めちゃめちゃ効いた。へえ、そのひらひらよりシュッと落ちる方が効いたと。そう、効く時もあるから、うんうん、そういう時はこういうだから長さのあるやつ、カーブホールに落ちるタイプに変えると、うんうん、ちょっとした差が出たりする。へえ、時もあった。なるほど。海のメタルとかわかる？あ、はい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 、海のメタル、シーバス用のメタルって長いやん。はい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 、あれみんな斜めやから。あ、そうなんや。シューっていく。だからシーバスとかやったら多分もしかしたら垂直にやるというよりは、うん、追わせるじゃん。追わせるからああいう形なんかなと思ってるけど。なるほどね。そうだから、それに近いのがあの これよね、これね、うん、でもう本当に王道的に目の前にバンと落とすような感じで言ったらこの辺がね、この2つね。でもどれがいいっていうのは、うん、ベーシック言ったらリトルマックスがあるから、うんうんうん、ここリトルマックスだけでやっちゃう時多いんやけど、うんうんうん、今スイッチ入ったかなとか、うん、もっと浮き上がりを抑えてやらなあかんなと思う時とかやったら、うん、あのサーキットライブやったりとか、うん、このフルメタルソニックやったりとかの方がいいと思うし、うん、勝ってよかった、うん、いいと思う。いい調子で、いやーどうこれはナイスルシエルナイスルシエルナイスルシエルナイス。これ何やつ、これ勝ったんやったらもう冬釣りしや、いや、する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 したいね、釣り、うん、釣れるよ。やっぱ冬はやっぱりメタルいいからね。で、そうやね、春も良くなる。あ、春もいいの。春も良くなる、うん、植生で上がってくるって。あ、さっき言ってたやつ。そうそうそう、なってきた時に結構意外と釣れるから、うん、へえ、やってみよう、やってみようぜ。ありがとう、はい、山田くん座布団、座布団、あのええこと言わ、私もう10枚で20枚持ってきて、もうえらいことなの。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。OK チャンネルラジオでは皆様からのバス停に関するご質問やその時のこと、ラジオで話してほしい内容などを募集しております。はい、皆様からのご質問お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。